Bonjour! オンラインフランス語学校、アンサンブルフランス講師のジョセフです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。お金はフランス語で様々な言い方がありますが、話し言葉でよく使うお金という表現をご存知ですか？です。で、す。で、す。です。と言います。すは5センチムにあたる昔のお金の単位です。複数形で使うと、お金という意味になりますので、ぜひ使ってみてくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。À très bientôt!